Side. Oh, down goes Marquez. はい、こんにちは。今回は数ある年間最高試合の中、大激闘を繰り広げた試合を紹介いたします。WBA 世界スーパーバンタム級王者マイル・モンシプールは6度目の防衛戦にタイ人のソムサック・シンチャチャワンを迎えました。長身でサウスポーのシンチャチャワンは体格に勝り、一発一発のパンチは王者モンシプールより破壊力があります。モンシプールはメジ軍部から世界王座を奪取し、ヨーダムロンや中里選手たちを相手に5度防衛している手数の多いファイタータイプのスタイルです。モンシプールはメンタルの強さも兼ね備え、誰とでも真正面から打ち合う強い世界王者なのです。モンシプールが連打を放ち、シンチャチャワンが体格を生かし強いパンチで迎え撃つ展開なのですが、シンチャチャワンの強いパンチで王者モンシプールがぐらつくシーンが出てきます。第9ラウンド、シンチャチャワンが強烈な左アッパーや右フックを叩き込み、王者モンシプールはグロッキー状態に陥ります。迎えた第10ラウンド、前進する王者にシンチャチャワンの左フックがまたもや強烈なカウンターとなりますが、誇り高き王者はダウンを拒否し立ち続けるのです。17戦全勝の王者ロバート・キロガに23戦全勝のナイジェリア人アキームが挑んだ一戦は、6オンスのグローブが禁止されるきっかけとなった壮絶な一戦となりました。軽量級ながら KO 率が高い両者は序盤から激しく打ち合います。長身のアキームはもっと距離を取りたいのですが、王者キロガがどんどん入ってくるので、アキームは打ち合いに巻き込まれてきました。
王者ヒロガはアキームほどパンチは強力ではないのですが、連打が多くかなり多くのパンチをヒットさせました。最終12ラウンドも王者が襲いかかり、挑戦者が迎え撃つ展開になり、そのまま試合は判定決着となりました。判定結果が出た後、アキームは意識を失い病院に搬送され、開頭手術を行いました。そしてアキームはこの試合で引退したのでした。この試合後、ロックオンフのグローブの使用禁止が議論され、今日ロックオンフのグローブは試合で使用されることはなくなったのです。ボビー・チャコンは背は低く体も大きくはないのですが、激闘型ファイターで、前の試合でラファエル・リモンが持つ WBC 世界スーパーフェザー級の王座に挑戦し、激闘を繰り広げました。赤いトランクスのチャコンは2度のダウンを喫し、苦しい展開となりましたが、中盤の8ラウンド頃から連打でペースを奪い、最終15ラウンド試合終了直前にダウンを奪い、ポイントを挽回しました。リモンを破って世界王者になったチャコンは、元王者エドワーズの挑戦を受けました。両者は2年前に対戦し、その時はエドワーズが勝利しております。コーナーから逃れたチャコンは得意の右ストレートでエドワーズからダウンを奪います。チャコンはエドワーズのサウスポーからの速いパンチへの対応が難しく、コーナーやロープギアで打ち込まれますが、よく耐えてしのいでいきます。エドワーズのパンチを耐えていた王者チャコンは、中盤からエネルギッシュな連打で反撃します。試合終盤には王者チャコンは会場の応援に乗り、連打で起死回生のダウンを奪います。イスラエル・バスケスとラファエル・マルケスは2007年3月に初めて戦ったのですが、激闘をイスラエル・バスケスはこの試合でも打たれても打たれても反撃します。バスケスはマルケスの強打を浴び、試合中に鼻の骨が折れながら打ち合いますが、ついに棄権しました。
第2戦も初回から火花の散る打ち合いを演じます。序盤ペースを握ったのは4階級制覇王者のファン・マヌエル・マルケスの弟ラファエル・マルケスです。3ラウンドにバスケスは得意の接近戦に持ち込みますが、4階級制覇王者の兄よりも攻撃的なボクシングをするラファエル・マルケスは迎え撃ちます。マルケスとバスケスの試合はいつもマルケスが攻め、バスケスが反撃し、またマルケスが逆転するといったように攻守が目まぐるしく変わっていきます。バスケスはこれまでの試合でもそうでしたが、劣勢な状況でも強力なパンチで一気に形勢を逆転してしまうシーンが多いので人気が非常に高いのです。その後、バスケスとマルケスの両雄は3戦目、4戦目と激闘を演じますが、バスケスは網膜剥離が再発し、引退したのです。